水悟空。水悟空、5つの人生訓があるんですが、水悟空とは何なのかということを簡単明瞭にお伝えしたいと思います。5つあります。皆様、水悟空と言ってもなかなかご存知の方ないと思いますが、天下のですね、秀吉を天下人として日本一の人に押し上げたのは黒田官兵衛という戦略家が右腕になっていたからです。黒田官兵衛、黒田助水とも言われてるんですが、その黒田官兵衛はですね、特に中国の戦略、中国のですね、哲学等を勉強したんですね。力強く素晴らしい人生を歩むにはですね、5つの戦略を生かしてですね、自分の人生に使ってみなさいという本なんです。教えなんですよね。水悟空5つあります。簡単に説明します。来週1個ずつですね、説明していきますが、まずですね、1番目の水悟空の1はですね、率先垂範です。人にやれやれじゃなくて、まず自分がやってみせて、背中で人を引っ張れってことですよ。率先垂範、一人押し付けてですね、自分があたかもやったように見せてる、それはダメ。率先垂範。2つ目はですね、自ら切り開けってことですよ。300年の前のアメリカのパイオニア精神と一緒ですね。自分の人生は自ら切り開け。水三君、3つ目はですね、人生何をやるにもですね、障害にぶち当たると、障害に泣いて終わるんじゃなくて、ぶち当たってそれを突き抜けてですね、ブレイクスルーして強い人間になっていけというのが3つ目です。4つ目はですね、世の中いろいろとですね、清濁あるから、清濁合わせ飲んでより太い人になれという、清濁合わせ飲めという考えですね。はい、最後の5つ目はですね、いろいろとカメレオンのように人生生き方を変えてですね、生き残れと、しかしこれだけは外さないというプリンシプル、原理原則は外すんじゃないよというお話です。この5つをですね、月曜日からですね、極力分かりやすいようにご説明していきます。今日はこの辺りに終わりさせてください。今日もですね、私の弁天神社の弁天様が私に知識をババババババって入れてくれますので、別に前もっていろいろと考えないで、即興でどんどん知識が入ってきます。知識、知恵の神様、弁天様、ありがとう。さようなら。